はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっと新企画をやらせていただこうかなというふうに思っておりまして、入団前のですね、ヘルナンデス選手いるじゃないですか。で、僕が一体どのように評価をしてて、まあ予言じゃないですけども、どういうふうにね、起用していくのかっていうのを語ってた動画があったんで、ちょっと今ね、ヘルナンデス選手活躍してるじゃないですか。そこで僕が言ってた、まあ予想というか、そういったところと今の現状っていうところが、まあ、答え合わせじゃないですけど、まあ、合ってるのかみたいな。小山の、見識というか、見方は、果たして正しいのかみたいなところを、過去の動画を、このね、動画の中に組み込みながらね、ちょっと皆さんと一緒に見ていきたいな、というふうに思っております。まず、はじめに、まあ、ヘルナンデス選手ね、入ってきてすごく活躍してくれてるじゃないですか。で、まあ、守備も、まあ、もちろんなんですけども、まあ、特にバッティングをね、まあ、交流戦でも3割4分くらい打ってましたし、非常にね、まあ、ホームランをバンバンめちゃくちゃ打つタイプではないですけども、非常にね、マジで救世主になってくれてますというところで、ちょっとね、過去の動画、見てみたいと思います。果たして、ヘルナンデス選手が活躍できると言ってるのか、できないと言ってるのか、ちょっとね、皆さんこちらご覧ください。で、まあ、このヘルナンデス、選手ね。まあ、外野手の選手なんですけども、まあ、活躍できるのかどうなのかっていうところ、まあ、さっきに結論をお伝えしたいと思うんですが、僕があくまで、まあ、動画でね、見た、限りですけども、活躍する可能性は、結構あるんちゃうかなっていうふうには今、個人的にはね、そういうふうに思ってます。はい。はい。いかがでしたでしょうか。僕は、活躍できると言ってましたね。ちょっとね、ほっとしてます。それをね、言っててね、ちゃんと言って。なんかこれでなんか、あ、ヘルナンデス多分活躍できませんね、みたいな感じで言ってたら、ちょっとね、お前大丈夫かって思われるかもしれないんで、ちょっと不安だったんですけども、良かったです。活躍できるんじゃないかっていうふうに言ってたんで、非常にそこに関しては良かったな、っていうふうに思ってます。まあ、このね、じゃあなんで活躍できるかっていう風にね、僕が言ってたかっていうと、まあその動画を見る限りね、まあインサイドアウトでバットが出せてるっていうところと、間がしっかり取れてるよっていう風なことを、まあこの動画で言ってて、実際今、ヘルナンデス選手のね、打席内でのね、ところを見てても、本当にね、トップがめちゃくちゃ深いわけじゃないんだけども、コンパクトな感じでね、インサイドアウトで出てると思うし、非常にね、間合いもうまいことね、変化球打ったりとかできてるんで、非常に間というところも取れてるんじゃないかなっていうふうに思います。で、この動画ではちょっとね、語りきれてなかったんですけども、まあその実践の中のヘルナンデスっていうところで、やはりピッチャーの球種を読んだりとか、キャッチャーがね、この場面でどういうふうな球種を出してくるかっていうところをマジで、めっちゃね、研究してると思います。特に、やはり自分が打ち取られた後の打席とかっていうところを、見てるとですね、非常に、わかりましてですね、自分が打ち取られた球をあえて狙っていくのか、逆に、その球種を消して違う球種を待つのかみたいなところを、非常にその打席ごとにね、狙い球を変えてるなっていうところがあるし、基本的に変化球に比重を置いてるバッターなのかなって、今現状では思いますけども、ストレートに対してもですね、コンタクト、コンパクトにコンタクトしてったりとかいう風にね、対応してるので、ヘルナンデス選手がもし、打撃が崩れるとしたらですね、めちゃくちゃストレートのインサイドで、徹底的にストレートを意識させられて、変化球で落とされてとかいうところ、いいとこ投げられてっていう風にされるとね、ちょっとね、まあ、頭の中であったりとか、ちょっとこう読みが崩れて、なんていうの、打率も落ちていきそうな感じはちょっとあるんですけども、でもね、なかなかやっぱり結局、キャッチャーが思ってても、その通りにピッチャーって全部投げられるわけではないので、そういったところを含めると、まあ、現状ですね、3割5分ぐらい打ってるのかなっていうのはありますけども、まあ、シーズン終わっても、まあ、2割8分以上は打ってくれるんじゃないかなっていうところは、今ね、僕そういうふうに思ってますと。じゃあ、次なんですけども、
入る前、入団前、じゃあ打順について僕はどういうふうに語ってたのかっていうところをちょっとね、次見てもらいたいと思います。こちら、どうぞ。選手の、まあ、状態もあるだろうし、どれぐらい日本でやれるのかっていうのはあるんですが、僕は、今現状このデータなんかを見てると、まあ、1番か、6番かな。っていうふうに思ってます。はい、いかがでしたでしょうか。打順に関してはですね、僕1番か6番がいいんじゃないかっていうふうに言ってましたよね。で、まあその理由もですね、まあ1番は丸さんがいるから、今現状いいんだけど、丸さんのその体調なんかを考慮して、まあ、ヘルナデス選手が1番行くんちゃう、いいんちゃうかっていうところと、まあ6番で言うと、まあ6番がね、その当時はですね、4番の岡本選手、5番の坂本選手が状態が良くて、6、7、8っていうところがなかなか打ててなかったんで、得点できないっていうところだったんで、そこで6番にヘルナンデス選手を入れたらどうかっていうところの、まあ提案というかね、そういったところだったと思うんですけども、まあ現状ね、ヘルナンデス選手、まあ2番であったりとか、まあ3番に入ることが非常に多いと。まあほぼ2番ですよね。2番に入ることが多いと。やはり、安倍監督、やっぱりこう、1番の丸選手が非常にいい状態で、1番ね、やってくれてるんで、そこは変えずに、2番にヘルナンデス選手を入れるというね、決断をしてね、それ正解だったんじゃないかなというふうに思います。まあやはり、坂本選手であったりとか岡本選手がなかなか打ててないっていうところがあったんで、1番2番は非常に丸ヘルナンデスを打ってるんだけど、それ以降があまり続いてないっていうところは、まあ新たな課題としてね、最近上がってきてますけども、それでもね、下位打線に坂本選手を置いたりとか、6番に、吉川選手を入れたりとか、そういったところをしながらね、非常に、まあ、その、打線をね、うまく回して、うまく機能させつつあるっていうところもね、あるので、まあ、僕が初めに言ってたこの1番と6番っていうところは起用はないんだけど、非常にまあ、2番っていうところ、まあ、2番か3番っていうところは、まあ、適任というか、適正打順ではないかなっていうふうに思うので、まあ、ちょっとね、ここに関しては、あまり当たってないっていうところはあるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ最後に、入団前のね、ヘルナンデス選手がどこを守ればいいか、どこを守るべきかというところについて、語ってますんで、こちら、どうぞ。で、まあ、守備位置に関してはですね、まあ、おそらくライトになるんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、レフトに関しては、丸さんと、今、長野さんかなっていうのが、やってますと。で、まあ、センターに関しては、まあ、その、萩尾選手であったりとか、佐々木選手であったりとか、まあ、今、ファームにいますけど、まあ、オコエ選手とかね、浅野選手とか、まあ、いますけども、まあ、おそらく、まあ、開幕前の、安倍監督の発言、まあ、皆さん覚えてらっしゃると思うんですが、まあ、日本人選手で、センターライン、というか、センターを固めていってほしいという発言がありましたんで、おそらく、まあ、萩尾、佐々木、このあたりがセンターを務めていく可能性が、まあ、高いんちゃうかな、というふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。守備位置はですね、ライトがいいんじゃないかっていうふうに言ってましたよね。実際、まあ、ライトを守ってた時もあるんですけども、今現状でね、まあ、センターを守ることが非常に多いですと。まあやっぱりチームは流動的というかね、まあ生き物のようだというふうに例えられることはありますけども、まあその元々安倍監督はですね、まあセンターは日本人選手でというふうなことを言ってましたけども、やはり、ヘルナンデス選手のね、まあ打撃であったりとか、守備であったりとか、もしかしたら性格のところも含めて、この感じだったらセンターを任せられるというふうに思ったのかもしれないと僕思いますと。で、まあライトはね、丸さんが務めてることが多いですし、レフトは少し空いてるポジションではあるんですけども、まあ今で言ったら萩尾選手であったりとか、秋色選手とかもね、そこをね、1枠を争って、若手がね、やってるっていうところもありますんで、そこはね、まあそのセンターにヘルナンデス選手が入ることによって、まあ丸選手もね、多少守備範囲が狭くなってきたりとか、肩の問題とかもね、少しありましたけども、そこをヘルナンデス選手が、まあセンター守れるというところで、なりましたんでね。非常にね、そういったところはすごく丸く収まってるというか、いい感じに収まってて、若手のね、競争枠というところでレフトも空いてるわけなんで、その熾烈な争いも、チームにとっては必要だと僕は思いますし、非常にね、ヘルナデス選手が入ってきてくれてめちゃくちゃ嬉しかったし、めちゃくちゃ救世主になってるんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、そんな感じでですね、今日はですね、過去の自分の動画を組み込みながら、この動画に組み込みながら、一体僕は、どのように評価してて、実際どれぐらい、まあ、当たってるかみたいなところを、自分自身見てみたいなと思って、今日こういう動画を撮らせていただきました。まあ、その、ちょっと自分に甘いかもしれないですけども、このヘルナンデス選手の評価に関して言えば、あんまり間違いではないんじゃないかなっていう感じはするので、非常にね、こういった過去の動画を振り返る、過去の動画で自分が言ってたことと今現状を踏まえて、お話しするみたいな動画ってあんまりみんなやってない感じはするので、そういったところも、まあその自分の責任、自分の発言に責任を持つじゃないですけども、そういった自分の発言に対して、現在までね、どのように、その話題が進んでいるかみたいなところも話していけると非常に面白いんじゃないかな、新しい切り口なんじゃないかなっていうふうに思いますんで、こういう企画はこれからねどんどんやっていきたいなというふうに思っておりますので、小山翔平ベースボールチャンネル、これからもよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。We'll be right back.